皆さんこんにちは。ロックバンドシーナ&ロケッツのギタリストでリーダーを務めていた相川誠さん、去る2023年1月29日午前5時47分、膵臓がんのため亡くなりました。享年74歳。所属事務所が同月30日発表しました。2022年5月にがんが発覚し、余命5ヶ月ほどという宣告を受けていましたが、本人の強い思いで公表しなかったといいます。喪主は長女の陽子さんが務めるそうです。来月2月4日に世田谷区の心願寺海山堂でロック葬を執り行う予定だとしています。相川誠さんは1948年5月2日生まれ、福岡県久留米市の出身です。父親がアメリカ人で母親が日本人のハーフとして生まれました。父はアメリカ軍の軍人でしたが、会った記憶はないそうです。母親は料亭の仲居として働き、後に久留米市高牟会館で住み込みの管理人を務めました。父が転任する時、母は相川誠さんと共に日本に残ることを選んだため、双方は離れ離れになりました。しかし相川誠さんは懸命にローマ字を覚えて父に手紙を書き送り、父からローマ字でしたためた日本語の返事を受け取るなど、連絡は相互に続いていたといいます。その後、相川誠さんが中学生の時、父の訃報を伝えられました。父が家に残したフランク・シナトラやリング・クロスビーのレコードが相川誠さんのアメリカとの最初の出会いだったと振り返っています。相川誠さんは後年、僕らのロックへの思いって個人的なイマジネーションの問題なんですよと語っていました。進駐軍、愛の子などと呼ばれて差別を受けた経験があり、8歳まで母と共に高牟会館で暮らしました。小学校5年生の時、誕生日のプレゼントとして母からガットギターを贈られ、音楽にのめり込むようになります。高校在学中に友人からマディ・ウォーターズなどブルースのレコードを借りて聴いたことや、KBC ラジオの当時の人気番組「ヤングポップス」の影響で洋楽に興味を持つようになります。1965年冬、修学旅行に行く代わりにその費用を払い戻させて、友人からエレクトリックギターを4500円で購入しました。1966年、ビートルズ日本武道館公演に刺激されてアマチュアバンドザ・スランパーズで活動を始め、ローリング・ストーンズやビートルズ、ヤードバーズのコピーをするようになり、地元久留米で一度だけライブを開きました。当時母親の反対にあっていたそうですが、大学に進学することを条件に音楽活動を許可してもらったそうです。1976年、椎名の妊娠を機に結婚しました。椎名さんは1953年11月23日生まれ、福岡県の出身です。父はアメリカ軍基地のハウスボーイを経てダンスホールマネージャーになりました。子供の頃から父の経営するダンスホールで様々なダンスを踊っていたといいます。小学生の頃から歌手になるのが夢だったそうです。相川誠さんと知り合ったのは椎名さんが高校3年生の時で、半ば家で同然のところ出会ったそうです。1978年、椎名さんの父に励まされて夫婦で上京し、シーナ・ザ・ロケッツを結成します。1978年10月25日、涙のハイウェイでデビューしました。しゃがれたパワフル声が持ち味であり、1979年に有名ドリームが JAL のテレビ CM に起用されてブレイクすることになります。他にレモンティー、ピンナップベイビーブルースなどの曲をヒットさせました。同年、エルビス・コステロの来日公演のオープニングアクト名目上、看板では台湾と名機を福岡、大阪、東京で務めた時、東京初日のステージで高橋幸宏さんから注目され、 YMO のライブセッションに参加することになりました。その後、高橋幸宏さんの所属していた YMO とは幾度となくライブを一緒に行う関係になりました。シーナ・ザ・ロケッツは結成後一切ブランクがなく活動を続けている日本を代表するロックンロールバンドとなりました。現在45周年目に突入し、結成時のオリジナルメンバーを擁し、質・量ともに群を抜いたその活動歴はジャンルを超えロックバンドとしての可能性を独創状態で追求し続けていました。昨年5月、膵臓がんが発覚し、余命5ヶ月ほどという宣告を受けても、相川誠さんは音楽活動をやめませんでした。ライブの合間に治療を続けながら全国ツアーを続行していたそうです。自分が死ぬまでの間に一本でも多くシーナ&ロケッツのライブをやりたいと一本一本のライブに全身全霊を注ぎながら行っていたそうです。2022年には45周年記念ライブを新宿ロフトで開催し、47都道府県ツアー、沖縄、宮古島でのライブ、ロンドンナイトのクリスマスなど、重いレスポールを爆音でかき鳴らし、病があるにもかかわらず、いつも熱いステージで昨年のライブ本数はここ数年で最多だったといいます。昨年末激しい腹痛により一時入院となるも、この1ヶ月間は医師の治療のもと、ライブ復帰を目指して自宅で懸命に家族と回復に努めていたそうです。亡くなる直前まで次に出すアルバムの選曲を考えたり、音楽制作に没頭したりしていたと関係者は語ります。全身全霊、最後の瞬間までロックに身を捧げた生涯だったようです。さて、そこまでしてバンドを続けてこられた理由について少し触れたいと思います。2019年2月24日のことです。東京・渋谷にある1969年に産声を上げたロック界における伝説の聖地と言われる場所があります。ツタの絡む赤いレンガの建物で、桃色の看板に BYG の青い文字が特徴的なお店です。その日、スポットライトを浴びたのは、日本のロック界を半世紀にわたって牽引してきた長身のギタリスト、黒い革ジャンに身を包みサングラスをかけた相川誠さんでした。使い込んだ傷だらけのギブソン・レスポール・カスタムが伝説のロッカーだったことを物語っています。相川誠さんがブルースロックバンドの先駆けとなったサンハウスを福岡県博多で結成したのは1970年のことでした。後に結成されるシーナ&ロケッツよりも前に相川誠さんが結成したバンドです。ファンから熱狂的に支持されるも、1978年、3枚目となるライブアルバムをリリースしたその日に、惜しまれながら解散しました。希望を失い、幼い双子の女の子を抱えた相川誠さんの頭には、ロックは30歳を過ぎた子持ちの男がやる仕事だろうかという思いが頭をもたげていたといいます。しかし、その相川誠さんの背中を押したのは相川誠さんの妻椎名さんでした。1978年に夫婦でバンド椎名&ロケッツを結成します。その後、シーナ&ロケッツがデビュー35周年を迎え、2014年7月、ニューアルバム「ロケットライド」をリリースした直後、悦子さんが病に侵されていることが分かったそうです。大学病院で診てもらうと子宮頸がんだと診断されました。しかし2人は抗がん剤治療や放射線治療を受けない道を選んだそうです。悦子ははっきりがんと共存して自分の音楽を続けますと先生に言い寄りました。僕も子供たちもそげん言うた悦子を誰も止めんやったと相川誠さんは述べています。ラジオ出演やライブは他のメンバーだけで行い、悦子さんはひたすら静養に努めました。途中、8月には一時的に体調を持ち直し、ライブを精力的にこなしていました。しかし、11月21日に行われたヒステリックグラマー30周年記念イベントが悦子さんのラストステージになりました。立つことができなくなった悦子さんは、蓮の花のようなソファに座ったままかっこよく10曲歌い切ったそうです。再びライブに立てるよう懸命にがんと闘いました。しかし、そうした願いも虚しく、2015年2月14日午前4時47分に悦子さんは静かに息を引き取りました。いかがだったでしょうか。今回は相川誠さんのこれまでの経歴やロックにかける思いを紐解いてきました。バンド解散が頭をよぎったこともあったそうですが、解散せずに続けてきた理由は次の言葉の中にあります。僕がギター弾かんとメソメソしたらきっとがっかりする。誰かに言われて作ったレコードは1枚もなくて、自分と椎名で作ったものに誇りを持ってるちゅうか、一緒に本気で命をつぎ込んできた音楽そやけん、目ん玉が黒いうちはぶっ飛ばすよと亡くなった悦子さんの願いを胸に続けてきました。その言葉通り相川誠さんは2017年69歳を記念して全国47都道府県ツアーシーナロケットライドツアーを行い全県踏破を達成しています。悦子さんが亡くなった年の4月7日から始まったシーナの日には亡き妻を偲ぶ仲間が集う追悼ライブを毎年開いていたそうです。相川誠さんも亡くなった今天国で再会し新たなロック道を模索して突き進んでいることでしょう。ご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いいたします。